はいどうもみなさんこんにちはです。今回もですねポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。さあというわけで本日は2月8日の木曜日ということでいよいよ明日の金曜日に開催されるイベントが2つありますということでそちらについてね今回皆さんに紹介していきたいと思います。ですので見逃さないためにもね今回の動画をぜひ最後までご覧いただきたいと思います。でちょっと今回はね本編の前にポケモンファンの皆さんに今から紹介していきたいものがありますのでぜひね興味のある方は今からの動画をご覧いただきたいと思います。ではね早速いきましょう。はいということで今回は特にポケモンアニメが好きな方へサーフシャーク VPN というねおすすめの VPN を紹介したいと思います。まず VPN とは何なのかというと簡単に言えば自分の IP アドレスを隠す機能になっておりましてこれを使うことによってねハッカーみたいなサイバー犯罪によってハッキングされることを防げるというだけでなく他の国でしか利用できないようなネットコンテンツを利用することができるようになります。で例えばネットフリックスっていう動画サービスありますよね。これをですね VPN を使ってトルコみたいな海外から接続するとなんと好きなポケモンアニメ作品を英語版で見放題になります。でその他にもジブリ作品なんかも日本語版と英語版の両方で見放題になれるというメリットがあります。まあやっぱりねポケモンアニメみたいな好きなアニメを英語で楽しく見まくれるので小さなお子さんの英語教育なんかにも役立ちますしあとはね英語の受験勉強にも最適だと思いますね。で今回おすすめのサーフシャーク VPN はですねすごいところがいっぱいあるんですけども特に僕がその中でもすごいと思ったのが一つのアカウントでデバイス無制限で使うことができるという点になります。まあこれつまり家族の誰か一人が契約すると他のメンバーがね使いまくれるということにもなりますし、まあ、iPhone でも使えて同時に iPad とか MacBook とかいろんなデバイスでね使い分けれるということになっております。これね他の VPN だとデバイス数が限られてたりするので、まあ、サーフシャーク VPN はその点無制限というねメリットがあって非常に魅力的ですね。でそんなサーフシャーク VPN ですけどもなんと今だけこの動画の概要欄のリンクをクリックするかもしくはプロモーションコードハッキーゲームズというね今画面に映ってるコードを入力すると3ヶ月無料で利用することができちゃいます。そしてさらに30日間の返金保証もありますのでぜひね皆さんに一度試していただきたいと思います。まあ、月の利用料金もね毎日コーヒー1杯飲むぐらいの料金でリーズナブルに利用できて非常におすすめなのでぜひね概要欄のリンクをチェックしてみてください。ということでね宣伝はこれぐらいにしていよいよ動画の本題に入っていきましょうか。さあでは宣伝も終わったところでいよいよ明日から開催されるイベント1つ目の詳細からね一緒に見ていきたいと思います。はいそれがこちらになります。最強エンペルトレイドイベントですね。こちらが明日の9日金曜日朝9時から12日の月曜日朝8時59分までの3日間限定の開催となっております。でね忘れてはいけないのが今回がもう最後の開催期間になっております。2回目の開催期間ですね。1回目は2日の金曜日から5日の月曜日までやっていたんですが今回がね2回目ということでラストチャンスとなっております。のでもしねまだ最強エンペルトをゲットしていない方はぜひね明日からの3日間限定のイベントにだけは参加しておいていただきたいと思います。で今回の最強エンペルトは氷テラスタイプとなっておりましてここ最近の最強ポケモンの中ではもうダントツで強いポケモンとなっております。ただしですねこのチャンネルではすでにソロでね 100% 攻略できる動画というのを出しておりますのでもしまだね倒せていない方はぜひ概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらねチェックしていただきたいと思います。ただまあ安定してね倒せることは倒せるんですが味方 NPC の厳選とかがね結構めんどくさいのでそういった意味で今回の最強レイドは周回には向かないというところだけはねご注意いただきたいと思いますね。そして一応ね攻略用ポケモンもおさらいしておきますとこちらエルレイドになっております。はいこちらね隠密マントを持たせてテラスタイプは格闘テラスタイプにしておきますと。そして技構成はドレインパンチ剣の舞スキルスワップ聖なる剣ですね。この4つを揃えてもらって
って、で努力値は攻撃と特防なのでタウリンとキトさんを26個ずつと、あとはマックスアップを1個ですね。で特性は何でも大丈夫です。でもここまでね育成したら、あとは立ち回りだけちゃんとすれば楽勝に勝てますので、立ち回りに関してはね先ほど紹介した動画で全て解説しておりますので、ぜひねそちら見てみてください。で一応ねこのエルレイド以外にも熱い脂肪の特性がある、直気を持たせたカビゴンとかですね、あとは天然の特性のあるラウドボーンで言っても楽勝に勝てましたよっていう風にね視聴者の方から教えていただいたので、ぜひね余裕のある方はそちらでも挑んでいただいてはいいんじゃないでしょうかといった感じですね。さあというわけで以上ね最強エンペルトレイドについて紹介してきましたけども、実は明日開催される豪華イベントがもう一つございますので、今からそちらについても紹介していきたいと思います。はい、それがこちらになります。なんと明日からはハピナスレイドも同時に開催されるということが決定しておりますので、ぜひですね最強エンペルトレイドに参加するだけではなく、ハピナスレイドも参加していただきたいと思います。まあこちらはいつも通りねテラピースと、あとは経験飴を大量にゲットできるというようなイベントになっておりますので、ぜひですねポケモン育成のためのアイテムね集めたいという方はこちらのハピナスレイドぜひね周回していただきたいと思います。ただですね来週の月曜日の12日からはハッピーバレンタインということでラブカスレイドというのが開催されまして、ここではなんと経験飴だけでなく不思議な飴も大量にゲットできるというような情報がねもう公表されておりますので、まあまあまあテラピース以外はハピナスレイドよりもちょっと豪華かなというふうに思いますので、もしテラピースいらないという方はもうハピナスレイドを捨ててラブカスレイドをね集中して周回した方がいいんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、こちらラブカスレイドの方が4日間限定となっておりまして、ハピナスレイド3日間限定なんでね、こっちの方が結構期間的にも1日長くておすすめだというふうには個人的に思います。さあというわけで以上ですね明日開催されるイベント2つについて紹介してきましたけども、ついでにですね注目イベントについて紹介しておきますと、こちらですね現在開催されているイベントになるんですが、ポケモン GO においてメガラティオスとメガラティアスのイベントが開催されております。もうこれね何回も紹介したと思うんですが、それぐらい重要です。まあ、なぜかというとみんな大好きラティ兄弟が 5% の確率で色違いでゲットできるというようなビッグイベントになっておりますので、ぜひですねラティ兄弟が大好きだという方で SV にね連れてきたいという方は特に参加していただきたいと思います。で僕も実際ですね参加してみて、だいたいね5回ずつぐらいチャレンジして色違いのラティオスとラティアス出てきてくれました。もうめちゃくちゃね体感的に出てきてくれやすいイベントになっておりますので、ぜひですね参加していただきたいと思います。で一応ね今んとこは1体ずつしか色違いゲットできていないんですけども、もし余りが出た場合は視聴者プレゼントにしたいというふうに思いますので、まあぜひですねその場合は最新の動画をね楽しみにしておいていただけたらと思います。まあいずれにせよこのイベントですね終了する1日前には改めてねお知らせしたいと思いますので、ぜひね終了する前に参加しておいていただきたいと思います。で開催期限はですね2月15日の朝10時までとなっておりますので、一応あと7日ほどあります。ぜひねこの機会を逃さないようにしましょうということで、今回の動画はねこれで終わりたいと思います。またですねこんな感じの最新のイベント情報や、あとは攻略情報があればどんどんね動画で紹介していきたいと思いますので、ぜひポケモン好きな方はチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてですねもしこの動画が良ければ高評価していただけると非常に嬉しいです。ぜひねそちらよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。それめさんバイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made by myself.